なんかいろいろあって、俺どっと疲れたんですけど、何だったんですか？なんか台風みたいなのありませんでした？台風来た気がしたね、はいはい。しがみついてるのがやっとだったんですけど、はいはい、ということで仕切り直して、はい、どこまで喋りましたっけ？アイテム総合部門のライン部門ですが、はい、C がフロロマイスターが、はい、1位を5年連続取りまして、殿堂入りですね。はいはい、そして、まあ、ランク圏外からレッドスプールが7位に入ってきて、はい、こちらマイナーチェンジされた、マイナーチェンジされたと、はい、そして8位にピットブル、はいはい、唯一の P ラインであると、はいはい、9位のアブソルート、はい、トリプル A が昨年10位だったところが、はい、9位にランクアップしていて、ただこうやって見るとそれこそもうほぼ、まあ、レッドスプールがちょっと上位にグッと上がってきただけで、はい、入れ替えなしなんですよね、うんうん、まあそうですね、うんうんうん、ほぼこの中で、そう、うん、この中で、まあそれこそ、ね、うん、僅差のね、ちょっとした入れ違いがあるぐらいで、うん、っていう感じですかね。逆に来年もうね、シーガーがもうフロロリミテッドも殿堂入りして、はい、マイスターも殿堂入りして、フロロカーボンラインがなくなる、まあタクトがあるのかと、タクトと、うんうん、まああとハードバスが、はい、ああなるほど、はい、あるんですけど、はい、どうなるのかっていう、はいうん、っていうところですね。はい、はい、まああとね。PE がやっぱかなり普及してきたんで、うん、ちょっとしたら1個枠はそこに取られるかもしれないですね、うん、そうですね、はい、明らかにこう一般のアングラーさんたちのタッグ見てると、うん、スピンニング PE 比率が上がりましたよ ね, りましたよ ね,、うん、ね、今まではねずっとフロロ全盛というか、はい、ほぼ 100% フロロだった時代が、うん、なんかもう PE が圧倒的に増えてったなっていう、うん、そうです ね, ですね、どっかで多分半数を超えちゃうと思うんですけど、ね、ひょっとしたら近い将来ここ半分が PE ラインになっちゃいましたねっていう日がそんなに遠くない未来来る、未来来るかもしれない。実際50とかってどうですか選手？ああ、いやもちろん僕正直ソルトもやるので、はい、だいぶ早期から PE ラインを使ってた組なんですよ。だからいろんなプロが黒だ何使ってるって言ってどうやって結束してる、うん、リーダーとっていうのはもう延々相談をそのいろんな有名なプロ含めてされてきた中で、まあ近年 P ラインの方が多いっていうプロ、うん、まあ、それこそねすっごい細い P ラインだとか、うん、パーフィネス用の2号 1.5 号とかっていうのを含めて、うん、もう P ラインの方が実は多いですっていう人はかなりいると思います。ですよね、はい、下手したらそっちの方が多いかもしれない、うんうんうん、でも一方でやっぱりそのフロロカーボンラインはやっぱ捨てられなくて、うん、なきゃ困るよっていうところなので、はい、もう今そこをその使い分け、うん、していくのが多分一番良くて、うん、でも本当に今回もまた河村幸太郎さんの話ばっかになっちゃいますけど、はい、その早期にどう何がいい何使ってるどうやってやってるっていうのを聞いてきたのの一人が幸太郎さんでしたね、はい、黒田君何使ってるの、バス、はい、あバス以外もやってるから詳しいでしょっつってわざわざ連絡くれて、そんな話をなんか小一時間したこともあったぐらいなので、うん、まあ改めて今その P ラインの話盛り上がったんで、 P ラインのメリットってまあやっぱまだ読者的には馴染みがないからこの順位になってると思うんですけど、うんうん、メリットって何がありますか？多分ね2つあると思うんですよ、はい、これ多分ごっちゃにしてる人が多くて、はい、僕は2つのメリットがあると思っていて、まず1個は、ラインを強さそのままに細くできる、うんうん、これっていうのは例えば4ポンドでいくと、はい、クロールだったら1号なんだけれども、はい、4ポンドっていうと本当に 0.3 号とか、はい、0.2 号とか、はい、ってことは細くすることができるって単純に飛距離も遠くに飛ばせる、はい、風の影響も少ない、はい、魚への与える警戒心も小さいし、はい、軽いルアーが投げれるとか、うん、っていうメリットとごっちゃにしがちなんですけど、同じ号数で強くできる、うん、例えば今までじゃあ今言ってたように1号の1ポンド、あ4ポンド使ってた時に P ラインだったら15ポンドとか20ポンドとかあるわけですね、はい、そうすると今まで4ポンド1号で使っていたら切られるとか危なくて狙えないとか、うん、そういったところに P ラインだったら同じ太さで、入れていけるよ、うん、ポンド数を固定して細くする、号数を固定して強くする、どっちが欲しいのか、うん、その
P ラインを使うってことじゃなくて何をしたいのか、カバー周りで切られないように今までよりしたいですなのか、もっと軽いルアーを使いたいですなのかによってちょっと変わってくるので、多分そこら辺じゃないかなと。でそれは当然バスじゃないや、ベイトタックルにも言えます、はい、パワーフィネスとかで使ってたのが8ポンドとかだと下手したら合わせ切れとかするじゃないですか、うんうん、でもこれが例えば 1.5号とか、うん、2号ぐらいのピンだとまあ切れないので、うんうん、使ってるもの自体はスモラバとかベイトネコなんだけど、より、切られずにファイトできるね、うん、みたいなのがあるとか、うんうんうん、昨日それこそ川村さんの取材で、うんうん、まあ、やっぱりテーマが12年前の今の時期との比較みたいなのがあって、そのうちの一つがラインがやっぱり P ラインに変わってきてる、はい、でそのメリットがやっぱりバレなくなったっていう、あ、なるほど、今までプロのラインだとどうしてもかかりきってなかったことがすごい多かったんだなってのを実感したって言ってて、だからフッキング面でもやっぱメリットがあるんだなって。そうですね、伸びが単純に少ないので、はい、まあ、感度が良くなるだとか、今言ったようにその伸びが少ないってことは合わせた分だけ10合わせたら10多分伝達してる、吸収される分がないっていうのがあると思います、うん、でね、よく僕も島野なんかに言うんですけど、まあ、今現状ラインを変えるといろんなものが変わる中で、それこそロッドのお話多分ね、ダイワさんも多分してると思うんですけど、じゃあそのままのロッドでいいかっていうと多分そういうわけじゃ本来はないと思うんですよ。そもそもラインの伸びがなくなってる。でまあね、今回もソリッドティップが結構多いって、多分ちょっとそこら辺って実は全く関係ないわけじゃなくて、ラインの伸びが少ないからある程度ティップがキュッと入ってくれる、まるで伸びてるラインを使ってるかのような感覚をしてくれる、プラスとマイナスを何ですかね、ゼロにするような、操作させるような、多分ロッドって今後増えていくんじゃないかなっていうのが多分僕ら作ってる側からするとよく話に議題に上がるところです。じゃあフック部門参りましょう、はい、フック部門は、インフィニが、はい、これ去年も一番じゃないですか、去年も一番、うん、はい、なんですよね、はい、でこれ去年のやつを見ると横並びなんで、はい、一昨年も1番なんです、はいはいはい、そして TNS オフセットは2番、これも3年連続同位置にいますよという感じですね、はい、TNS オフセットは1個下がってます、あ、1個下がってます、ごめんなさい、うんうん、TNS オフセットは1個下がって、はい、1個下がってキロフックが上がってますとですね、はい、はい、34R いる、34R 来ましたか、これは多分、はい、カバースキャットでしょですね、うんうん、カバースキャットで富本プロがね、はい、これが一番おすすめだよって言って、はい、ガマカツのワーム 34R、はいはい、おすすめしてたの。ただ今年全部ワームフックなんですね、去年までちょっとピアストレベルが入ってたりだとかしてたと思うんですけど、結構変動激しいです ね、そう言われると。でもキロフックなんだな、順位が上がったの。キロフックってでも何年売ってますよこれ、何年商品、うちは高校生の時もあった、いや高校生の時には中学生ぐらいじゃないかな、だから出たのが、だから23年前とか、ええ、うん、まあもちろんインフィニが多分一番ね、うん、支持はここ2年集めてるんですけど、まあなんていうんですか、ワーム部門でいう先行的、ポジションとしてはやっぱキロフック、まあ確かに完成されてますよね、うん、いろいろと。でもそれがすごいですよね、そう20年前に作られて、うんうんうん、まだまだっていうか、失礼ですけど、ね、うん、この位置にずっと不動の位置をキープされてるものを作った人がまたすごいなってのは、すごい思います、ね、うんうん、作り手の妙利につきますよ ね、うん、ね、まあ、言えたら表面加工が今フック当たり前の中でも、うんうん、まあ、刺されてないじゃないですか、 そうですね、はい、それでもやっぱこうやって支持を得るっていうのはみんな好きなんですね、はい、はい、逆にちょっと気になるんですけど、表面フッ素系コートしてるフックってどうですか。あ、僕は極力してないフックを使います。あ、ワームフックは、それこそ、ワーム34もよく使うし、316、うんうん、で僕一番使うのは、ガマカツさんの321。あ、321きた、はい、でやっぱ今言ってた316も34も、うん、321も基本的にはスズメッキで、うん、フッ素加工されてなくて、僕はどちらかというと、うん、結構カバーを激しく攻めるので、うん、分かりますね、うん、やっぱ確かに刺さりはいいと思うんですけど、うん、それよりもワームもずれてほしくないっていう気持ちもあるので、うん、どちらかというと、まあ、従来のっていうか、うん、オールドスクールなものを使うことが多い、ストレートフックとかでもそうですね、うん、はい、よくトレブルフックはフッ素、そうですね、フッ素のものが多いかな、うん、やっぱ
ね、3本3本ついていて、合計6本の針先があるので、刺さってないって多分相当多いんですよ。はい、なので、ね、あのみんな釣り上げた瞬間に外れちゃったとか、もしくは、うん、ランディング直前で最後に跳ねてバレたとかって、うん、まあ、口切れてたりとかもあると思うんですけど、やっぱ刺さりきってなかったってこと多分結構あると思うんですよ。なのでそこでやっぱりそちらは刺す方を重視したいし、逆に言ったら何かにこれを何て言うんですか、うん、魚以外に刺すわけじゃないじゃないですか。だから別にワームがずれるとかの問題もないし、うん、まあ、僕はそこら辺は結構そう選ぶことが多いですかね。そしてグッズ部門、これも何年連続ですか。あ、でもあれか、2年か、去年と今年か、一昨年が3位。厳密に言うと、これは今年はネイルシンカーだけなんですかね。はい、ネイルシンカーだけなんですか。はい、バザーズワームシンカー TG ネイルです。あ、じゃあ今までは TG で全カテゴリーだったのが、はい、もうネイル一択。はい、はい、へえ本当に。はい、でも面白いもんですね。フック部門はネコリグフックがないのにネイルシンカー入ってくるんだ。確かに。ね、まあ、でも面白いですよ。だって普通に、ね、あの一番面白いのが、うん、テキサスリーグって誰もやんないの？なくない？ないっすね。シンカーでネイルシンカーか、シンカーはいっぱいあるっすよね。ネイルシンカー、うん、か、ダウンショットシンカー、まあ、あとちょっとスプリット、楽割はスプリット系なんで、はいはい、面白いっすね。ハリとシンカーフックシンカーとの、そう、まあ、まあ分かることは、なので一番するリグはノーシンカーってこと？ノーシンカーかフリーリグ？ダウンショットってことですよね。そうですね。その次がネコリグで、うんうん、テキサスが一番されないということが、うんうんうん、あとちなみにグッズ部門はラインフックは結構狭いじゃないですか、うんうん、グッズはすべてなんで、まあ、確かに票がめちゃくちゃ割れてるわ。超割れるんですよ、これ。48票しかないもん、トップで。だって、はい、7票持ってればトップ10にいるんですよ。そうです。3010NDDN って、これぐらいのお弁当箱で。平べったいやつですか？ちょっと厚いやつじゃないですか。ああ、ちょっと厚めの、これだ。お弁当箱。うんうん、ビッグベイトとかがちょっと、これ、4つぐらい入りそうな。でも一斉さんやっぱいろんなところで出てきます ね、 すね。ロッドでも話しましたし、うん、ルアーでも話しましたし、うんうん、ルーキーオブザイヤーでも話しましたけど、うん、ミノーだったり、こういったシンカーだったり、うんうん、だって上で言ったら一応その一斉っていうカテゴリーにはなってないですけど、うん、マルチオフセットフックなんかその、うん、ね、村上さんの、うんうん、そうですね、作られた、ね、うん、オーナー張りのカルティバのフックなわけで、うん、はい、やっぱすごいその確実にいいところにどのアイテムも漏れなくいて、うん、やっぱ、うん、固定のすごくたくさんのお客さんがいらっしゃるんだなっていうのは、うん、僕あれ入っていいと思うんですよ、ダイワの靴、うん、あ、俺のタックロブズ。あ、そうなの、先出しすんなよってところで、ね、あれ、いや、いいっすよ全然。あれだってね、おかっぱりで、いや、私もあの散々、まあ、苦労じゃないけど自分で買って試して、要はゴアテックス系みたいな防湿透湿系の靴は全部やってきて、はい、最終到達領域ここかみたいな。東大元暮らしです。そうそう、あ、ここにいたみたいな。っていうのはあって、でも確かに そこですよね。明らかにフィールドでも見ますし、うんうん、ここに入ってきてもいい。でもグッズなのかってと、確かにどっちなんだって感じ。そこなんですね。これグッズっていうその他部門でしょ。その他部門ですね。まあグッズか。はい、ただこれが聞き方がウェアとかだったら、もうちょっと違うと思うんですよね。今年の年、ね、また大変なんじゃないですか、うん、集計が。ちょっとね、フォーマット変えてもらわないと、あのアンケートのね、はい、そちら側がいいコメントをしてほしいのであれば、そちら側も上質な情報を用意していただけないと。すごい、すごい、大物コメントっていうこと言いますね、やっぱね。もう2年もやると。やっちゃいますよ。さすが。はい。以上で、以上をもちまして、2023年のタックルオブザイヤーを終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もうこの毒舌コメントどう処理するのか、ちょっとそんな毒舌じゃなかったでしょ。まあそうですね。ちょっとまあ去年が大辛だとしたら、まあ中辛ぐらいでしたね。そう、去年そんな辛かったでしたっけ。まあ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 、まあ、まああくまでもそんな統計の一部なのでね、はい、はい、ぜひぜひまた来年もね、はい、このメンツで、はい、はい、できたらと思いますんで、はい、はい、皆様ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。
俺的 TOY、台は、フォグラーゴアテックス DS3301G 靴です。まああのいろいろですね、私も、まあ、未然にを切っていろんなメーカーさんのゴアテックス系の靴を買ってたんですけども、やっと納得いく、まあ、自信を持ってお勧めできるものが、上がりましたんでお勧めしたいと思います。まあ、ゴアテックスさんで防水透湿素材を使ってまして、でさらにですね、このスピードフィットシステムっていうのがありまして、まあ、紐靴だと割と急な雨とか、カッパ脱いだり履いたりするときに結構時間かかったりするんですけど、これによって、すぐ履き替えられるのと、あとはその、ビブラグの、メガソールを使ってますので、まあ、割とこう水際ってあのこう滑りやすいことが多いと思うんですけど、まあ、このソールを搭載したことで非常に滑りにくくて安全に釣りができますので、ぜひ、お試しください。